それでは、ジェントリーにあれをやっていきます。今回のミッションは建物の奥にある、駐車場から車2台を盗んでくるミッションになります。シミオンミッションによくある構成ですね。盗んでも手配ドアにまでしかならないので難しくないミッションです。今回はエナスの、このチェンキカブリをチョイスしました。この車、形が好きなんですがオンライン、オフラインともに通常では出てこないので、知名度が低い車だそうですね。18万、5000ドルとそこまで高いわけでもなく、トップスピードも良いのでみんなと違う車が乗りたいといった方におすすめです。ただ、グリップが悪くツルツル滑るので、カーブには気をつけてください。せっかく変わった車なので倍速せずそのまま流します。移動シーンはいらないって方は3分22秒まで飛ばしてください。このエナス、このチェンキカブリオは、自分が買った車の中では2番目の車になります。初めて買った車は、リンカのジェスターです。24万ドルとほどほどの値段で、最高速も良く、グリップ力が良いので、すごく運転しやすい車です。そろそろ目的地ですね。今回は戦闘もないので、武器を用意する必要はありません。堂々と敷地内に入ってもバレないので車のまま乗り込みます。とはいえ、人を引いてしまうと厄介なことになりかねないので、慎重に運転します。それではしのぎを開始します。前にあるフェロン GT と画面の右側にあるバンシーを盗みます。それじゃない。なんか勘違いして別の車に乗り込んでます。今気がつきました。なんだろう、なんでこんな迷っているんだろう。ということで、フェロン GT に乗り込みましたので、こちらを回収します。敷地から出た瞬間に手配度2がつきます。街中なので、ゆっくり進みつつ、警察の視界に入らないように運転すればすぐに振り切れると思います。ここから移動は5倍速にします。カーディーラーに着きました。ここでの一撃は日課になっています。さて、2台目も確保しましょう。ノックしてもしもし。一度盗まれてるのに、平然としている市民たち、さすがロスサントスですね。デハパンジーを盗みましょうか。2台目も敷地内から出た時に手配度がつきます。とはいえ1台目と同じような対応をすればすぐに振り切れると思います。
と思ったらもう手配度がついちゃいました。近くに警官がいたのかな？問答無用の5倍速です。カーディーラーよ、私は帰ってきたアトミックバズーカー。以上でしのぎ完了です。お疲れ様でした。以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴していただけると嬉しいです。